女優の荒木優子が10月3日、自身のインスタグラムを更新。9月29日に最終話を迎え完結した、テレビ朝日系木曜ドラマ、六本木クラスで共演した女優の平手友梨奈へのコメントに注目が集まっている。9月3日、埼玉スーパーアリーナにて開催された、第35回マイナビ、東京ガールズコレクション2022オータム、ウィンター、略称、マイナビ TGC2022A。W に、同ドラマのゲストとして、竹内涼真、平手と共に登場した荒木。ステージでは、同作の挿入歌、スタートオーバーを歌う、ザ・ビート・ガーデンと腕を組み合いノリノリで歌唱し、会場を盛り上げていた。荒木は、当時撮影した集合写真を添え、緊張もありましたが、ザ・ビート・ガーデンさんが会場を盛り上げてくださっていたので、登場からとっても楽しくて、思い出に残る時間になりましたと、ランウェイを回想。また、歌詞の、を一緒に言えたことや、会場で視聴者の熱意を直に感じることができた、ことへの喜びを綴った。最後には、お顔を見ると可愛くて、そしてキューティクルが、キュルンなツヤ髪で、つい頭をなでなでしてしまう。てっちゃんの頭に帽子が乗っていたのでなでなでできなくて、ちょっと寂しかったのは、内緒と平手を、てっちゃんと呼び、絶賛の言葉や、寂しさを記した。この投稿に、ファンからは、つい頭をなでたくなるって、気持ち共感しまくり、ゆうこちゃんのてっちゃん呼び可愛すぎ、二人の絡みもっと見たい、など反響が、相次いでいる。